大関の琴桜だ。先場所優勝決定戦進出の実力者、高野章に何もさせずに干渉した。この日は、まさに琴桜にとって理想的な取り口だった。立ち合いに踏み込み勝ち、右、左とほぼ同時に入ってろ差し。その後は両肘を相手の脇の下に当てるような感じで相手の体をどんどん上へと浮かせていく。しかも左右バランスよく攻め、 常に正面に捉えているので、鷹野章は逃げ場がない。相手が浮いてきたところで腰を寄せ、今度は腕だけでなくお腹も相手に突きつけるようなより。170キロの鷹野章を糸も簡単に白ぶさ下に寄り切った。相撲編集部が選ぶ秋場所二日目の一番、元大関の意地。朝野山が次期大関候補の琴の若の攻めをしのいで投げ飛ばす、完敗です。本刺されて、 あそこからは何もできない、と高野章。先場所の終盤から本割9連勝としていた男も、ストップをかけられ、下を巻くしかなかった。とにかくこの日のこと桜で素晴らしかったのは立ち合いだ。より相手の差し手を封じたい左の方の足をぐいっと踏み込んで、高野章にほぼ定位置で受けさせる形を作り、スパッと2本入れてしまった。悪い時には相手を裁こうという意識が先に立つのか、 その場で立って胸を出すような感じになってしまうことがあること桜だが、これだけ圧力をかけながら諸差しになれれば、この日の高野章のように相手が何もできなくなってしまうのも必然だ。集中していけたんじゃないですか。自分の相撲を心がけていっただけです、とこと桜。日本差しは狙っていたか、の問いにも、いや、結果じゃないですか、と、淡々としていたが、 この日の一番は琴桜にとって少なくとも鷹野章のようにある程度体が大きく正面から当たってくる可能性が高い相手にはこれを磨いていけばということが見えた一番ではなかったかと思う明日対戦の荘園のような相手にはまた違う取り口が必要となるだろうがまだ二日目しっかり続けていきたいと先を見据える琴桜東大石の地位は 横綱照の富士が休場しているこの場所にあっては出場力士中最上位。初の支配へ向けて責任があるとともに、もちろんこれ以上ない大チャンスの場所であるということは間違いがない。常々、祖父の琴桜、第53代横綱、の地位に並ぶことが目標。とし、そのためには優勝を目指す、ということを口にしている琴桜だが、 今場所は誰にはばかることなくその目標へ邁進していくことを公言し、実行できる立場にある。また、ダブルコート番付の権威は常に守られるべし、と考える向きには、スピード昇進を続ける大の里への壁としての役割を期待される立場でもあるだろう。この日、その大の里は松園に立ち合いの諸手突きを頭を下げてかわされ、足に手をかけられながらも落ち着いてさばいて連勝とした。 まだ二日目を終わったところではあるが、場所の様相は、一気に番付を駆け上がろうとする大の里と、その壁となること桜の争いとなっていきそうな予感が日に日に深まる。そこに、初日は黒星スタートながらも、この日は高内容で大栄賞に圧勝し、早々に体勢を立て直してきた感じの西大関宝章流がどう絡んでいくか。横綱は不在だが、ダブルコート三強、 を中心とした面白い場所になりそうだ。